BT-7、BT-7 BT、ベテースイエミ、ロシア語は、ソビエト連邦で開発された快速戦車である。これは、機兵部隊の支援や長距離進行を目的に開発された BT シリーズの最終型であった。1935年から生産開始され、1940年までに、 各型合計4600両5328両諸説あり、うちディーゼルエンジンを搭載した BT-7M は、すぐ後に同じエンジンを搭載した T-34 の生産が始まったため、706から788両と少ない。本社は BT-5 の走行とエンジンを強化、若干大型化したものである。走行圧も 13mm だった。 正面層甲板が 15mm となり若干増強、後に砲塔の被弾形視が改良されており、車体はリベット接合だったものが溶接に変更された。これにより、車体の先端、従来は 40mm 厚の小さな台形の装甲が接合されていた箇所が 20mm 後半を曲げた形状となった。砲塔は BT-5 同様の後部に、 張り出しのある円筒型と1937年から生産されたハッチが丸みを帯びた形となり、側面装甲が15度傾斜した円錐型があった。後者の改良型である1938年、後期型砲塔の後部には、ピストルポートに代わって DT 機関銃が装備された。1939年型砲塔からは、装填手ハッチに、 対空機関重化が装着されている。この砲塔には、途中から 45mm 戦車砲 20K に代わる、新型の AM193820km が搭載されている。エンジンは、第26工場が生産する新型の450馬力 M-17T が搭載され、重量増加を補った。また燃料タンクが容量840リットルに大型化され、 後続力も増大した。BT-7 には、旧型のような大型円筒形マフラーは使われて、おらず、最初から、金網製カバーの後部から突き出す、形の延長型排気管となっている。立体は BT-5 までのものより、ピッチ幅の小さい新型となったが、写真では旧型を履いた BT-7 や、逆に新型を履いた BT-5 も見られ、互換性があった。 当時のソ連軍の軽戦車及び快速戦車は弱装甲の上にガソリンタンクから引火して撃破されるケースが多く問題となっていた。そこで引火点の高い軽油を用いる戦車用ディーゼルエンジン型が求められドイツのユンカース社が開発した航空機用ディーゼルエンジンが研究用として購入された。しかしソ連の技術者はより軽量なディーゼルエンジンを目指し イスパノスイザ航空機用水冷ガソリンエンジンをベースにアルミ合金を対応してディーゼル化。これは VD-2 と命名された。1936年には4両の BT-7 に搭載して試験が行われ、改良されて後に T-34 に搭載される V-2 となった。1939年6月にはこれを搭載する試作車2両の試験が開始され、 これは BT-7M として量産されることとなった。BT-7M は外見上エンジングリルと工具類の配置の違いでそれ以前の型と識別が可能であった。ガソリンエンジン型では円盤型のベンチレーターカバーが、つくがディーゼルエンジン型では同じ位置に小さな丸く膨らんだカバーがあるだけである。ただし、1940年に生産された。 NKVD 向けの72両の BT-7M は他の使用車両との兼ね合いのためか従来のガソリンエンジンを搭載している。外見上の違いのわかる写真は見当たらないがおそらく工具類の位置が M 型仕様でエンジングリルが旧型と同じであろうと思われる。本社の軍への引き渡しが開始されたのは1939年12月のことであったが以前より ノモンハン事件を記録した日本語の書籍では、部隊編成すらされていないはずの BT-7M が大量投入され、火炎瓶攻撃が無効となったとする記述が多かった。しかしロシア側から日本に入ってくる資料では、これを肯定する記述は一切見られない。後に、火炎瓶を装備した不評や地雷公平に対しては、定型体系で進撃し、攻撃を受ける前列を、 後列の戦車が援護する戦法で対応、肉迫攻撃をほぼ封殺することに成功している。1939年5から9月、BT-7 と火力支援型 BT-7A は増援として、ノモンハン事件に投入された。前半戦における BT-5 の損害は予想以上で、 BT-7 もまた94式 37mm 速射砲や 75mm 野砲によって同じように撃破された。しかしまとまって投入されたのは戦況が有利になってからの後半戦からのようで装甲の強化がどの程度有効であったかは不明であるが BT-5 よりは格段に損害が少なかった。それでも通常型30両、指揮官型27両。 火力支援型2両を全損、または損傷台につき、構想となっている。特に鉢巻型アンテナの目立つ、指揮官向け戦車の損害の比率が大きく、日本陸軍が優先攻撃目標にしたことが伺える。9月のポーランド進行には、BT-2 や BT-5、T-26 等と共に参加している。続いて11月からのフィンランドに対する冬。 戦争にも投入されたが、やはり他の BT シリーズ同様、滑り止めのパターンのない事態が雪中での行動に向かないため、活躍できなかった。続く継続戦争の初期にも参加し、フィンランド軍に捕獲使用された車両の一部は、榴弾砲を搭載した BT-42 に改造されている。1941年のドイツによる侵攻では、 相変わらず乗員の連度が不足していることや、旧型よりは厚くなったとはいえ走行も不十分で多数が撃破され、急速に消耗した。BT-7 を捕獲したドイツ軍は、BT-5 同様に後方警備用など2009人部に使用している。1942年になっても一部は使用が続けられていたが、多くの部隊では T-34 によって更新され、 生き残りの BT シリーズは満州国境方面に回された。1945年の満州侵攻にはヨーロッパ方面からの新型戦車の展開の遅れもあり、BT-5 や T-26 と共に久々に実戦投入されている。BT-7 は第6新鋭戦車軍に3個大隊が配備され、それまで ドイツ軍に対し T-34 で戦ってきた兵士たちが登場。その機動力をもって山岳地帯を走破して部隊の先鋒となり、部隊が表彰されるほどの活躍を見せて終戦を迎えた。76.2mm キロトン -28、榴弾砲を搭載する砲塔に換装した、近接支援型の BT-7A 砲兵戦車が1936年から、 翌年までに155両量産された。これは、ノモンハン事件に投入され、対戦車砲対策に必須であると評価された。同口径で、より方針の長い L-11 や K-32 の搭載型も試作されたが量産されず、これらの方は、新型の T-34 やキロボルト用に、回された。BT シリーズの実戦投入で問題となった。 走行の弱さを是正すべく、BT-7 の足回りに体型を組み合わせたような傾斜走行を被せた BT-SV と、その走行倍、正面で 25mm から 50mm ににし、BT-SV-2 が試作された。これは実験で 45mm 対戦車砲弾をすべて弾き返し、後の T-34 の設計に影響を与えた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。